버터칩. 버킷 들어갔나? いっぱいあるんですよ。これも大きいのがない、ちっちゃいのしかないのかな。ボストンっていう街で、本当に毎日夜な夜な、そこの学校で出会った生徒とセッションをして、音楽について本当夜更けまで語り合って、そんな学生生活だったので、本当いろんな人とセッションして、で、まあ、ポテトチップ食べたりとか本当に飲んだりして、まあ、そんな中でもいつでも音楽があったっていう、そんな生活の様子をやっぱりボストンっていうとやっぱ思い浮かぶので、それで一番自分が好きだった、いつも傍らにあったケープコッドチップスっていうタイトルをつけたんですけど、本当にいい思い出が詰まった街です。ボストンは本当に凝縮された学生生活。